お待たせいたしましたこれよりクラウドサイントラックではナクストラボズ CEO セバスチャンショパン様によるセッション <music> ナクスト 2DH をお届けしますそれでは皆様どうぞあた温かい拍手でお迎えくださいこんにちは こちらに3回目にお招きいただきました,たことをとっても嬉しく思います。えー、今日は n e x t ト e d g e ということでお話をさせていただきます。セバスチャン・ショパンと申します。私、a r t n ク x という名前を使っております。NextLove の CEO を務めています。Next はフルスタックのビューアプリケーションを作成するウェブフレームワークです。 NEXT3.0 は11月16日、昨年リリースされました。11か月の間に NPM のダウンロードを非常に多く受けました。そして、青い方が、オレンジの方が NEXT3 になります。 NEXT3 と NEXT2 を比べたものがこちらの円グラフになります。そして、えー、先月、100万ダウンロードをこちら NEXT3 は達成しました。ありがとうございました。この11ヶ月の間に2730の問題がありました。80%のものは解決しております。 私たちにご協力いただきまして、そしてフレームワークを作っていただきありがとうございます。また、1850のリクエストがプルされました。そして98、98%が解決済みです。また、ナクストのアプリということで、イメージを最適化できるようにしています。また、次のコンテクト。 としてキットベースの MS を使いたい場合は次のプログラクトがございます。また次の Dev ツールを開発いたします。それを皆さんに後ほどお見せします。それから次のオフィシャルなモジュールとして UI ライブラリということでこちらを。 リリースしていきます160のモジュールがコミュニティにより作られそして V3 に適合するようになっていますそしてこちらのモジュールを作っていただいた皆様ありがとうございますまた1000人以上のコントリビューターの皆さん これらの多くのモジュールに貢献いただきましてありがとうございます E コマースのウェブサイトやゲームまたマーケティングなどのこの 5, 5万のプロジェクトがございます もし NEXT2 を使ってらっしゃるようでしたら、これは終了をする予定,です2024年6月の予定です。6月の予定ですけれども、もう少し時間のマイグレートをする時間を取りました。 また NEXT はもうベンダーのログインというものがありません。ですので、どこからでもログインすることができます。また、どこでもディプロイが可能です。NEXT3 というのは、これらの特徴があります。ハイブリッドランドリングができます。こののルルートのレベル をビルドタイムの時に作り出し、それをストラテジーを実証する際に、このデモを使うことができますので、またお見せしたいと思います。これが NEXT のコンフィグプロジェクトになります。i s スストラテジーというのは、 インクルメンタルなバリデーションが必要な部分です。このホームページを作りました。主要なプロバイダーの母でこちらを使うことができます。これは16分前に作成されまして、これをリフレッシュすると、再生されていることが分かります。 この良さというのは、キャッシュバージョンでエンドユーザーに勤っ,って使えるようになっていること。レススポンスタイムが この性的なページと同じぐらいだということです。バックグラウンドの方でこちらが動的に動いていてもこのようになっています。ではダイナミックルートの方が使えないようになっていてそれぞれのリクエストを皆さんがこのルート上に使うようになると。 私がリフレッシュするたびに生成されています。分ということで、これをアメリカの方で行っています。このルートをオンデマンドで生成することも可能です。そしてそれが生成されると、次のデプロイメントまでキャッシュされるようになります。 この Static に行くと、14日前に出来上がっていますが、このキャッシュバージョンになっています。プリベンダーは同じように、ネクストビルドを作った時に出来上がります。また、よりルートが出来上がります。それが、エンドユーザーたちが特別なヘッドを を使うことができますダッシュボードを例えば使ったとするとここでそれぞれに生成をされてキャッシュページなんですけれどもソースコードを見てみると HTML がなくなっていることになります。クライアントサイドにするとベンダーアプリケーションは スラッシュで SPA というこ,とで始まりますこれが主要な特徴となります NEXT3 に関してです。また、えー、ベストなパフォーマンスができるようになっています。最近ですけれども、このラウトルールをページで定義できるようになりました。 これによってより、えー、汎用性が高まります。ロジックをページレベルでキープすることができるようになります。では、エッジの話です。ご存知かどうか。これはクラウドフェアワーカーがプッシュしたもので、JavaScript の環境限定版で動いています。 アプリケーションをエッジにディプロイするとコードが多くのノードでレプリケートされます小さいサーバーで小さい JavaScript を走らせているものですノー e JS ではない Windows ブラウザではなくて最低限の JavaScript ですそしてレンダーが速いそしてホスティングが非常に安価である そしてエンドユーザーから数ミリ秒で走ります。世界のどこにいても。そしてゼロミリ秒のコールドスタート。そしてサーバーをメインテンする必要はありません。そして自動的に拡張する。そして非常に安価です。ミリオンで15セントです。1ヶ月あたり。 そしてエンジンコンピューティングのプロバイダーがたくさんあります。クラウドフェアページの話をしました。デノディプロイ。デノというのは新しいラン,トランタイムプラットフォームです。レゴン .app。アップ えー、オープンソースとなっております、バーセルエッジファンクション、ンョンネティファイエッジファンクション、エッジ IO、スタックパス、そしてまだまだ登場する予定です。エッジランタイムには限定もあります、制約もあります。ノードとブラウザーとは違っております。というのは使って、V8、え、を、ー、使,使っているからです。 特定の機能が使いんです。フライシステムですとか、ウィンドオブジェクトなどが使えない。トータルサイズというのは5メガバイトに限られています。モジュール,モデルに来た時に、えー、すぐ超えてしまうでしょう。ただ、ナイトロという今、AE。A? 努力しているところですそしてこういった制約を解決していきたいと思っています。ノードとブラウザーの環境をモップ、ポリフィルして、このアンライブラリーによってエッジを高めようと思っています。そしてネックスビルコマンドで走らせた時の最適化を行いたいと思っています。またエッジにより多くのデータベースが登場します。セブ そして、えー、レプリカと HTTP プロキシーを元にしております。SQLite、CloudFair、D1、t o ソ s などで見ることができます。そして、Postgres データベースとしても、n e o n SPABase、MySQL、PlanetScale、Hybrid の SQL、の SQL、HyperDB、k i v a r i s t o n AppStash、これは、 それからクラウドフェア k v D の KV などがサポートされています。ではここでデモを行いたいと思います。NUX のプロジェクトを作っていきましょう。皆さん見えますかシンプルな NUX の3つのプロジェクトを作りました。まず、 マイデベロップサーバーから始めたいと思います。app.view というのがネームエントリーです。view3 のプロジェクトがあるときにはこのように行います。そしてこれがウェルカム画面です。ここにウェ,ウェルカムコンポネントを入れておきます。それでは、ダンプレートをアップデートしていきます。 ハロー・ビュー・フェス・ジャパン2023。普通のフレームワークのようにオートモジュール・リプレイスメントがありますけれどもここでランダムコラムを使ってコーパイロットを使ってここに書いていきます。 これを使いたいいたと思います、えー、白は見えないので使いませんそしてランダムカラーを選びます Next でコードをしてサーバーでレンダリングをするときにこのニューステートのコンポジブルを使いますですので特定のロジックをサーバーで使うときにここではコロ カラーを選びますそして、ViewState ですけれども、UseState、これはレ e f と似ています。サーバーのサイドとコンパチブルになっています。これで正しいですね。ランダムカラーをそのリフレッシュすることにつけるとします。 ー b i n d が私のバリアブルにバインドするようにします。リフレッシュします。すると、カラーがランダムで変わります。このソースコードを見てください。このように、カラーですね。これが毎回変わりますね。このように動的なウェブサイトが作れます。そこで、 今度は私のプロジェクトをこの Edge プラットフォームにデプロイしたいと思います。そのために、まず、ビッドコマンドをなくすとで知らせると何が起こるか見ていただけます。アウトプットのディレクトリを作っております。このディレクトリですけれども、 ールネクストアプリケーションが全部入っておいて全ての依存,が依存性がそのディレクトリにパックされていますこのディレクトリトータルサイズが約2メガバイトそして半ディジットが約0.5メガバイトですモジュールを取りますそして名前を変えますそれでも、ま、ネクストプロジェクトを走らせることができます えー、このように機能しておりますというのはその依存性をトレーシングすることができますですので必要なコードだけが、えー、使えるようになっておりますこのテクノロジーのおかげでですねそのプロジェクトのサイズがミニマルになっていますそしてナックスとのプロジェクトを、えー、こ,こちらの和歌の方に向けることができます ではもう一度ビルドコマンドを行ってみましょう。モジュールディレクトリにも行って次は Nitro を次の Next のアプリケーションをプロバイドできるようにします。こちらのクラウドファーがそれぞれの対応するものに合ってきます。 これをマイプロジェクトに適用します。マイクロフア,アカウントにです。私のウェブサイトを実装しました。 もしリフレッシュしてみるとサービスレンダリングや違う色が見えてきますウェブサイトはここにありますけれどもそのスピードやインターネットの速さによって変わりますけれどもこちらがこのツールを キー CDN のようなものを使うとその言葉ごとにえ統計やえーサーバーごとに見れるようになっています。それの回答がえ400分未満ということがどの言語でも表れています。 世界中のさまざまな場所で実装したウェブサイトがあります。そしてそれは1ヶ月1ドル未満です。それが次の3に向けてのものになっています。またデータベースに今度はつなげる方法です。次の例としてあります。 クラウドフォーキーバリューストアレージにつなげるということです。それをアティノーツという名前にしました。このキーバリューを貯めておくことで、それぞれのストアレージがこのようになっています。今、私の方でできるのは、ウェブサイトをナビゲートするだけで、でもログインをしてみると、 このページの編集をできるようになります。ハロービューフェス t h i s is a demo.Stage.、So、<it> というふうに出てきます。<a S 1> そして、保存し、リフレッシュをすると、ソースコードを見てみるとこちらにレンダリングされています。 次の、えー、OG イメージを使って次のイメージを、えー、ディマンドでオンディマンドで行いますこのイメージがこ,こ,らにこ,この辺りに出来上がりました。 そして、安価にこちらをホストすることができます。また、プラットフォーム KB に載せることが可能です。このキーバリューストアレージでは、私のノートがこのようにストア保存されています。そして、ウェブサイトとデータベースがつながり、このデータを直接使うことが可能です。 また200ミリ秒でこちらを日本、アメリカ間で伝えることが可能です。このオープンソースのデモにおいて、クラウドワンの方にエスカレートさせることも可能です。これをログインして、 というふうに作成しチェックをするとサービスサイドウェンダリングの方にきます。皆さんにもこちらぜひお試しいただきたいと思います。よりこのような実装がエッジにされますのでまた安価に行うことが可能です。 ここにリンクを載せておきましたし、このデモについてもツイートしましたので、メモを取っていただいて結構です。このソースコードをそれぞれのデモにリンクをさせてあります。 NUX との持続性について、このオープンソースプロジェクトに関連してお話をしていきたいと思います。多くのスポンサーにより、1人がフルタイムで働いておりますけれども、プラティアニアム、またブラウンズのスポンサー、またベーカーの方々、個人で毎週毎年、 こちらの方方に寄付をしていいただく方ありがとうございますそして NEXT ラボとして私はこちらを会社にしておりますがこの営業的なソリューションを提供しておりまして次の n e x t スタジオをこのレポジトリとしてこちらをプロバージョンに NEXT をしていきます。 また最近、こちらの UINEXTCOMPRO というのが、次のアプリケーションをより早く作成することが可能です。皆さんからのご意見をぜひいただきたいと思います。また、今日はご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。